はい、皆さんこんにちは。ギガのジュラシックワールドへようこそ。さてさて、今回もなんか怪しげなやつが来ますね。これ、危険な何かが迫っているということで、トゲトゲ系新生物の到来に備えよう。これ新生物っていうことは、新生代の生物、まあ恐竜ではないということで合ってるのかな、認識は。この見た目からしてもなんか、こんな恐竜いたっけな、みたいな。このパイナップルみたいなね、甲羅が。こんなやついたっけな、って。唯一考えるのはアンキロ系かな、っていう感じですけど。まあ、ないかな。こんなちっちゃいトゲではないしね、アンキロ系。まあ、新生代の生物っていう考えるのが無難ですかね。あとは、これもまた、トーナメントか何かでゲットできるのかなっていう感じでございますね。はい。ということで、今回はですね、また、ちょっとリクエストにね、答えていこうと思います。バトルで、トロオドン、マストドンでインドリコセロス、もうこの3匹でバトルをしてほしいというものでございます。トロオドンとか、まあまあかなり久しぶりなんだよね、使ってないし。で、一番このリクエストの中で強いのはこのインドリコセロスですね。はい、こいつ、まあ、でっかいしねハイブリッドだし。はい。で、次に来るのは、マストドンかトロドン、トロドンですね。はい。トロドン結構、一時期はかなり強い肉食恐竜だったんですよね、こいつね。自分もお気に入りだしね、色合いとかかっこいいし。で、このマストドンですね。マストドン。はい。こんな組み合わせ、なんかかなりなんか、なんかシナジーも何もなくて、なんかすごい珍しい、なんかバラバラだなっていう、すっごいリクエストですよね。なんか、なんか珍しい、こんなパーティー構成は。さあ、どんな相手になるんだ、これ。お、インド SX ができる。いや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 、ちょっと、おぉ、インドリコセロスとインド SX 大体同じぐらいのデカさ。大体、でっかいな、インドリコセロス。でかいっすね。めっちゃでかいね。インドリコセロス。半端ないでかさのこの角じゃないこれ。むちゃくちゃでかい。さあ、1アタック。かなり減る。で、1ガードしてるとして、1ガードしてるとしたら、倒せないよね。この辺が非常に悩ましい。ちょっと一応2ガードしておこう。あ、1ガードしたね。よかったよかった。はい。さあ、2アタックでも来てくれれば嬉しいんだけどな。1アタックか、また。まあ、今度はガードされてても倒せるんでね。よし、よし、よし。おら、このクソでかい角でね、バシーンと。めっちゃ強い。さあ、新生代。結構ね、自分新生代の生物も好きなんですけどね。こう、恐竜と、こう、なんつうの、属性の干渉がないっていう強みもあるしね。さあ、よくはさっきも蹴ってくれたな。これ、マックスできたから、これいけるよね。こんな感じで。よし。ウナイリンクス。で、またインドミナスレックスと。さあ、これは、まあ、勝てるっちゃう。ワンチャン。これ4アタック来たら、3アタック。で、マストドン。さあ、マストドンは、
どうなんだ。ほーら放り上げで勝てたわ。おお、マストドンかっこいいね。なんかこうマンモス系でね、なんかすごい牙の生え方とか体毛の生え方とかかっこいいしね。マストドン、まあ、結構ね、やっぱ新世代の生物結構ね僕好きなんですけどね。結構なんかめっちゃかっこいい鹿系のやつがいたりとかしたんですけど、なんか動画的にはあんまり人気ないんですよね。あんまり、うん。このマンモスリウムとかめっちゃ、まあちょっと下方修正かな、うん、ちょっと入ってたんですけど、まあ、体力がめっちゃ高くなって、アタックが1500。元は確か3000か4000ぐらいのアタックがあったんだけどね。こいつ下方修正されたよね。うん。あとはこのスマイテとケラスとかね、かっこいいよね。うん、さあ、じゃあ、モッド対戦の方でね、ちょっともう一回、やってみましょうかね。モッド対戦でなんか、前回やった、この、なんだろう、インドリコセロスにスプリンターつけて、あとコブ2枚です。インドリコセロスでぶっ倒していくっていうパターンで、ちょっとやってみましょうかね。はい。キャラクターは一応、さっきと同じので、うん。スプリンター。で、コブ2枚。はい。こんな感じです。一番攻撃力高いからね。インドリコセロス。さあ、これでシャッフルとか、ミラーとかされたらちょっとやばいけどね。あ、無効化が来たかな、これ。あ、よかった。コブ。ギュイーンと上げていく。2500、16000のアタック、アタックじゃなくて体力強いね。これもうワンパンできるやん、これ。お、あれワンパンできなかった。あれ、なんか見間違えてた。俺見間違えてたっぽいな。まあいいや。向こうは何のモッドや、これ。さあ、どんどん攻撃していく。ほら。スプリンターで、バシ。スプリンター、まあ、なんかこう、でかい、バカ高い体力のキャラクターで、スプリンターでひたすらこう全体的に削っていくっていうのは、非常に強いですね、やっぱ。うん。おっと。結構体力あったんだけど、やられちまったな。うん。まあいいでしょう。結構スプリンターで8アタック、8マックスとかでやれば、一発で殲滅できるんじゃないかなっていう感じですよね、正直。全体が。おっと、アドレナリンって、なんだ？死んだキャラクターの意志を受け継ぐみたいな、ポイントが増えてるとこ、なんか、死んだキャラクターの分ね、なんか増えてる。スピノタスクス。さあ、そしてマーストドン。マーストドンかっこいいよね。さあ、ウォリアー。すくい上げでフィニッシュ。うん。うん。マストドンって、何のハイブリッドだっけ？マンモスと何かだったっけ？ちょっと覚えてないな。新世代の生物も結構ね、本当にかっこいいんだけどね。なんか、超イケメンの鹿とかね。こいつとかね。うん。エウクラドケロスですね。これめっちゃかっこいいやん、こいつ。あとはなんか普通に、なんだっけ。この、スマイテとケラスとかね。こいつとか、めっちゃかっこいいしね、なんか。うん。でも動画的にあんまり人気ないっていうね。
ちょっと悲しいところでございますね、僕的に。はい。ということで、こんな感じでリクエストにお答えしつつ、こっちのね、なんか来るよーという、お知らせをしてみました。うん。なんか危険な何かが迫っているっていうのは、危険ってそんなに強いのかな。新生代の生物だとは思うんですが、新生代の生物ってそんなになんか強いっていうイメージがないんでね。マンモスリウムがぶっ壊れ、唯一ぶっ壊れだったけども、下方修正されたんで、あんま強い期待はできないかなっていう感じなんですけど、まあまあ、なんか新しいキャラクターが来るということでね。あと、なんかまあ、これ見てる方、この見た目でわかる方、多分こいつだろうみたいなね。なんかいつもなんかジュラシックワールドアライブからの逆輸入で来てるみたいなんで、最近はね。なんで、これでわかる人はぜひ教えてください。多分こいつだろうみたいなね。はい。でも、新世代の生物っていないよね。アライブには。なんで、まあ、ちょっとまあ、わかんないけどね、本当に。このパイナップルみたいな、この広角。はい。まあ、一応期待したいと思います、僕はね。一応新キャラということでね。はい。ということで、今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございます。やべえ、最後カミカミ。ご視聴ありがとうございました。